はい、どうも、ヨネスケと申します。さあ、本日もね、兵庫県の淡路島という場所で当チャンネル恒例のね、コブダイ釣りをやっていきたいと思います。3月中旬って1年で一番水温が低い時期なので、まあちょっとね、いろんな魚の活性が低くなってるんですけども、まあコブダイならなんとかギリギリ狙えるってことで、ね、今日も狙っていきたいというふうに思います。はい、で今日使用する仕掛けはいつものね、タンコブゲームですね。虫ヘッドっていうジグヘッドに冷凍エビをつけて、まあ落とし込むだけというシンプルな釣りです。まあ早速ね、はい、この仕掛けでコブダイ釣りをねしていきたいと思います。さあこの釣り場でねコブダイ釣りをするのは初めてなんで、ちょっと釣れるかどうか定かではないんですけども、コブダイ自体は確実にいるはずなんですけどね。この辺一帯でだいたい釣れてるんで、別にこの釣り場、この周囲何キロが、ね、この周囲何キロにコブダイがいないということはないと思うので、おそらく生息はしていると思うんですが、まあ、なんせ釣った実績がないっていうのはちょっとね、ちょっと不安要素につながりますね。まあ、いずれにしろやってみないとわからんですね。あれ、いきなり？いきなり？嘘、いきなり？マジ？いきなり？え、今お掃除ばっかりやで。やばいやばいやばい。マジで、え、いや、妹者ばっかりやでそんなことある？1投目やで、今釣り開始してまだ5分経ってへんでマジで、いきなり釣れてもったマジかり開始してまだ1分とかやで、1分も経ってないやん。よいしょ、ういそんなことありますマジで釣れへんかなとかって、この釣り場で一体釣れるか不安かなとか言ってたら、1投目のしかも落とした瞬間に食ってきたやん。そんなことあるんや。しかもでかいしえ、これ結構でかくない？記録更新とかないよね。よいしょ、やった、おおそんなことある？マジか、言えて、イエーイ、え、いいサイズじゃないこれマジで1投目の開始1分以内とかじゃない、ほんと。あれ、これさ、これ記録更新してるじゃんマジで、え、嘘やん、記録更新してるやんこれ。はい、口ぴったり合わせるとこれぐらいか。はい、で75センチだよ、76か、いや75だ。はい、え開始1分以内で1投目で餌が着底した瞬間に、てか多分着底する前か、あれは、うん、着底直後かそれぐらいかな、うん、に75センチ記録更新サイズ釣っちゃったそんなことあります？マジっすか、マジっすか、何それ。今日下手したら1日やっても釣れへんかなって思ってたのに、やったー。そんなことあるんすね。さすがにそこまで最速で釣れたの初めてやわ重量は、15ポンド、7キロ、 7.5キロ。お、当たりきた。
当たり来た、当たり来た、当たり来た。来た来た来た。よし。よし。よし。おお、やばい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 や